でもトップクラスの技術とサービスを誇る日本の美容師たち。美のミシュランと称されるヘアサロンガイドブック神カリスマ東京には、その中でも特に高度な技術を持つ美容師や美容室が掲載されています。時代の最先端を行く彼らたち、その追い求めるスタイルを紐解きます。銀座にあるヘアサロン、アフロート銀座。代表の宮村博樹さんは90年代後半、カリスマ美容師ブームを牽引し、日本の美容界に新風を巻き起こしてきたレジェンドスタイリスト。ピーク時には1日に50人ものカットを担当したといいます。人の何倍ものスピードでやってきてるので、速度的に見る観点がこうやったらこうなればいいのっていうのも10秒以内でこう判断できて、最終的にじゃあもっとこうなったらこういいなみたいなっていうのができるので、可愛くしかできないと思います。女性を必ず綺麗にするをモットーに、日々のサロンワークはもちろん、テレビや雑誌のヘアメイク、ヘアショーなど多くの場で人々に笑顔を届けています。そんな神カリスマが追い求めるスタイルとは。お手紙っていうのをもうずっとそれをこう出し続けてきて、僕自身もそういうのをずっと研究したりして、それに基づいてそういうデザインを作ってます。うちに来るお客様はほとんどの人が流行りをこう取り入れながら可愛くなりたいというか、基本その柔らかいっていうか、ストーンとかまっすぐなデザインとかじゃなくて、ちょっと緩巻きにしたり、どのデザインに関してもちょっと柔らかさとかっていうのが入ってて、もう絶対もうこれやっとけばもう可愛く見えるしモテちゃうよっていう王道をずっと作ってきてるっていう感じですか。常に綺麗でありたい、そんな女性の願いを叶えるためアイテム作りにも力を注いだといいます。多分会社行ったりとか学校もそうですけど、絶対ちょっと巻くともう多分3ランクぐらいアップするんですよね。絶対可愛く見えるんで、コテをこう開発して、でそれを一般の人たちができるようにどんどんレクチャーするような感じにして、ほぼほぼ今の若い子っていうのはコテを持ってない人がいないので、そういう文化ができてるっていうのはすごい嬉しいですよね。そんな宮村さんにとって神カリスマとは、本物であったりとか本質であったりとかっていう人がクローズアップされていくと思うんですよね。何かに一つこだわりを持って貫き通す、そんな人が神カリスマの一員としてやっていけるんじゃないかなっていうのは思いますね、はい、美しさと感動を与える神カリスマたち、今日も人々に笑顔を届けます。